ックで、メインはですね、こういう YouTube の動画のタイトルで SEO をかける、あとはサイトアフィリエイトですね。海外人国語の方からキーワード選定についてお伝えいただきます。この方はブログでアフィリエイトする場合ってことですね。ブログアフィリエイトを始められたようです。僕の、方に相談いただいたのは海外移住を将来したいということでのご相談でした。サイトアフィリエイト、まあ、アドセンスで稼ぐ場合ってことですね。まあ、あのキーワード選定、アドセンスで稼ぐ場合はですね、少なくとも月間100回から1000回以上のキーワード、月間のボリューム、まあ、これはキーワードプランナーっていう Google の無料ツールでいきます。あとは、その中でですね、まあ、ラッコキーワードとかを使って、サジェスト、要は、見出しとか本文に使うキーワードを出していくということで、でライバルの、タイトルと見出しに入れるキーワードのですね、ライバルの弱さでいう と、オールインタイトルっていうふうに言うんですけども、10件以下でやると、まあ、上位表示ほぼしやすいかなと思います。検索ボリュームがあってライバルが弱いっていうキーワードを選ぶことですね。